もう少しだけでいいから。皆さんこんにちは。今日は日本語を勉強する予定です。一緒に頑張りましょう。実は4月の頭に日本語のテストをする予定になったんですけど、コロナのせいでテストがキャンセルになりました。でもまだちゃんと毎日日本語を勉強したいなと思ってます。だってね、勉強するのは絶対将来に役立つから無駄じゃないと思います。だから毎日ちょっとだけでも日本語を勉強すると、まあいつか上手になるんじゃないかなと思ってます。今日の動画は私がどうやって日本語を勉強してるかを見せます。そしたら今から勉強を始めます。ノートと本と、あとはクイズレットっていうアプリを使います。次は本を読みます。毎日30分くらい本を読もうと決めました。だって本読むのもちゃんと漢字とかを見ていい勉強になると思うから、そういうことにします。うんこの秘密。私は漢字とか読むのが弱いので、ちゃんとこうやって毎日読んだらいい練習やと思います。今から30分見えますかな。OK。江戸時代の時にうんこを売ったり買ったりしてたみたい。そしてなんかうんこも値段のランキングみたいあって、侍のうんこだったらもうちょっと高い値段だったんですけど、まあ犯罪者とかの値段が一番低かった。今やったら誰もうんこなんか買いたくないんじゃんな。今からは漢字を読む練習をします。でもこれは私にとってもうちょっと楽しい方法なので、ちょっと紹介します。私は歌を歌うのが本当に大好きなので、これ最近発見したことなんですけど、発見だね。まあ YouTube で日本語の歌のカラオケを歌ってる時、漢字とひらがなを2つとも書いてるんですけど、歌ってる時漢字が頭の中に入るから、なんかあ、これはいい練習だと思って日本語の歌のカラオケをめっちゃしてます。まあめっちゃっていうかまだ 2回しかしてないんですけど今からめっちゃします。これはまあ勉強じゃないみたいな勉強だけど、ちゃんと勉強にはなってる勉強なので楽しいです。イエイ。そんなによく知らない日本語の歌を歌いたいんだったら、ひらがなと漢字2つともあるカラオケをしたらいいと思う。でそしてだんだん歌えるようになったら、漢字だけのカラオケとかにしたら、わあすごい、なんか私漢字読めれるよみたいな感じになってくるから、いい練習やと思う。歌が好きなんだったらこの勉強方法は絶対おすすめです。このアルコールスプレーをマイクみたいに使います。君とのラブストーリー、それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。君とのロマンスは人生から、続きはしないことを知った。もっと違う性格で、もっと違う価値観で愛を伝えられた。
やっと目を覚ましたかい、それなのにまず燃やさたいんだい。生まれて初めて何を言えばいい。君の全然前世から僕は君を探し始めたよ。その不吉祥な笑い方をやまけと営みの間違くれたら色めき、恋せずにいれないよ。似た顔もちょっちょこ、胸の中にあるもの、いつか見えなくなるもの、それはそばにいること、いつも思い出して。この旅はこんな私を選んでくれてどうもありがとう。講師用の前にこの取扱い説明書をよく読んでいて、物の付き変更弁交換を打つください。早すぎて難しい。泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ。心がギュンってなるよね。君の心が君を追い越したんだよ。あー、なんか泣けてくる。なんでカラオケしてる時に泣くのよ。あー、星に待ってね。してる時に泣くのよ。もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいいから。もう少しだけ、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついてみようか。いない世界にも何かの意味はきっとあって、でも君のいない世界など夏休みのない8月のよ。君のいない世界など笑うことない、せっさ君のない世界など。メリカを日本語で歌います。降り始めた雪は足跡消して真っ白な世界に一人の私、悩んでたそれももやめようよ。何もママの姿見せるの、少しも寒くないわ、だってもう自由よ、何でもできる。変わるのよ私、ありのままで空へ飛ぶ。はい、今からは書く練習、日本語を書く、あ、いやいや違うよこれ、うん、え、いや日本語を書く練習をします。あの、書くのもちょっと弱いのでちゃんと練習しないといけないなと思って、はじめは日記を毎日書こうと思ったんですけど、やっぱり日記より自分が興味あるトピックの短い論文を書いた方がきっと続くと思うので、そういうプランです。例えばなんか本を読んで面白いことを習ったら、それを短い論文みたいにしてシンプルに紹介する。最近私はこの本を読んでます。あ、これは英語なんですけど、今日は習ったことをこの本で日本語に書こうと思ってます。楽しみです。さっき英語でちょっと
何書きたいのをプランして、そしてわからない言葉とかを Google で探して、その後日本語で短い論文を書きます。終わったんです。ミニ論文を読もうと思ったんですけど、やっぱりそんなに自信がないので読まないって決めました。私のミニ論文のトピックは、人間の死体はどうやって分解されるかです。こんな感じ、こうやって書いてる。そして新しく習った言葉とかはハイライトして、それがそんなに使わない言葉をハイライトして、そしてあら口紅がなんか面白い、まあいいわ。でそして間違ったところとかはピンクで書きました。だからまた読もうとしたら、自分がどこか間違ったのをちゃんと見えるし、うん、そういうことです。はい、そしたら今日の動画はここまでです。見てくれて本当にありがとうございます。一緒に日本語を頑張って勉強しようね。わー、私今ウクレレ持ってるから、ちょっとさよなら歌を歌ってみるわ。どうやってんだ、okay.